はい、どうも皆さん、こんにちは。マカベイです。マカベイの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。4月14日木曜日のマットマネーですけども、いやー、この週ね、金曜日がね、グッドフライデーでお休みなんで、この週でね、市場が空いてる最後の日になりましたけども、いやー、下落の日になりましたよね。ジム・クレーマーね、この日はまたね、下落の日に逆戻りしたなーって言ってるんですよ。ダウはマイナス 0.33%、SP500 はマイナス 1.21%、で、ナスダックはマイナス 2.14% と、やっぱね、ナスダックが一番下がりましたよね。で、ジム・クレーマーね、もうね、マーケットのアルゴリズムが、金利が上昇した時、こうもう自動的にテクノロジー株が売りってなってるんだって言ってるんですよね。で、この日のね、前の日、水曜日は、例えばこれね、10年債金利ですけども、ジム・クレーマーね、金利が下がったから、マーケット上がって、で、この木曜日、金利上がったから下がったんだと、マーケットは、特にナスダックはってことですよね。でね、これね、俯瞰で見るとね、これ SPY ですけども、いやー、こんなにね、上がったり下がったりするんだったらフラットでいいのにと思いますけども、まあ、火曜日ドーン下がって、水曜日上がったのに木曜日下がったと。で、ジム・クレーマー、まるでね、水曜日は、買い手は、インフレがね、ピークをつけてると思ってるかのようだったけども、この日木曜日はやっぱりね、インフレの過熱ぶり、全然終わってないかのような動きだったんだと。で、こうやってね、ワンワンね、金利とかでこう、左右されていくと、個々の会社の動き、あんまり関係がないように思うよなと、もう金利とかで大きく株価動いてしまうから。まあでもこれは別だけどなと言ってるのがツイッター株なんですよね。いやー、この日ね、トーンって飛んだんですけども、結局1日かけて戻ってきて、マイナス 1.68%。で、これね、一回トーンって飛んだのは、あれですよね。テスラの CEO のイーロン・マスクが、ツイッターを買収する提案をしたと、1株あたり54ドル20セント。もうイーロン・マスクが全部買うから、433億ドルで買うから、で、買収した暁には、ツイッターのね、株式上場を取りやめて非公開とすると。で、イーロン・マスクね、言ってるのは、ツイッターっていうのは世界の言論の自由の基盤になりうるんだけども、今のままだとその社会的責任を果たせない。変わらなければいけないと、そういうことなんですよね。で、そもそもイーロン・マスクね、株式の 9% ぐらいはもうね、取得してて、筆頭株主になってて、ただ取締りにはならなくて、どうなんのかなって注目されてたんですけども、買収提案して、で、株価どう上がったんですけども、もうまだ戻っちゃったと。こんな受け入れられないでしょっていう声もあってね。で、まあこういう動きでもない限り、まあもうね、個々の会社というよりは、金利動向でワンワン株価してしまうから気をつけるんだよとジム・クレーマー言ってるんですよ。で、金利で上下してる。その背後には、やっぱりね、確固としたブルーマーケットがあるんだと言ってるんですよね。で、そのブルーマーケット、何によって形成されてるかっていうと、実際に物を作って、実際に利益を出して、で、その利益を自社株買いとか配当で株主に返してる会社、これによって形成されてるんだと。でね、みんなね、グロース株好きだけども、今はハイパーグロース株の時期じゃ全然ないんだよと、気をつけてくださいよと言ってるんですよね。グロース株、買いたければ、グロースがある会社、注目するのはいいんだけども、グロースがあって、かつリーズナブルなバリエーション、そういう株じゃないとダメなんだと。で、注意深くいかなければいけないから、ジム・クレーマーね、自分のファンドは今ね、キャッシュ結構積み上げてるんだよと言ってるんですよね。そういうことを踏まえて、じゃあね、次の週のゲームプラン、どうなるか行ってみようじゃないかと。まあ、繰り返しますけどもね、金曜日、株式市場お休みなんで、今回この木曜日のマットマネーで、次の週のゲームプラン言ってるんですよね。はい、で、これがね、ジム・クレーマーのね、恒例のゲームプランですけども、やっぱりね、月曜日、ここのところ本当毎週ですよね、言ってるのが、ロシアとウクライナの状況。まずこれを注視しようじゃないかってことなんですよ。この戦争の状況、やっぱり株式市場にも関わってくるからってことなんですよね。ジム・クレーマーね、アメリカ政府、ここまではロシアがね、次にどういう動きしてくるのか、結構いい精度で当ててるんだけども。ただね、予測が当たったからって言って、ロシアの蛮行を止めれるわけじゃなくて、で、本当ね、ロシアとウクライナ、どうなるのか、こっからもね、結構長期戦なんじゃないかと、そういうことですよね。で、月曜日ね、さらに一個だけ注目決算言ってるのが、バンクオブアメリカなんですよ。いやー、僕も持ってるんですけどね、バンクオブアメリカかなり気にしてるんですけども、ジム・クレーマーね、ここまでの銀行の決算としては、例えばゴールドマンサックス、これは良かったよなと言ってるんですよね。これね、この木曜日に決算発表あって、売上も EPS もね、大きくビートしましたよね。まあ初めね、株価上がってたんですけどね、ただ日中戻ったんですけども、ただジム・クレーマー、この決算良かったよなと言ってるんですよね。で、ゴールドマンサックス良かったんだけども、 JP モルガンはまあ、アベレージといえばアベレージだよなと言ってるんですよね。で、これは水曜日に決算発表あって、まあ、売上も EPS もね、ミスしたんですよね。ジム・クレーマーアベレージって言ってますけども、決算後、トーン株価下がったんですよ。で、ジム・クレーマーね、さらにこれがね、悪かったよなと言ってるのが、ウェルス・ファーゴなんですよね。ウェルス・ファーゴ悪かったよなと。まあ、これはね、この木曜日決算発表あったんですけども、
売り上げとかミスってるんですよね。予想 17.8 ビリオンのところ 17.59 ビリオンとマイナス 4.51%、 これトーンって下がったということで、まあまあ銀行の決算続いてるけども、結構まちまちだよねと。銀行セクター全体がいいとか悪いとかじゃなくて、じゃあジムクレーマーね、バンクオブアメリカどう思ってるかというと、この決算には期待してると言ってるんですよね。自分はバンクオブアメリカ世界でナンバーワン銀行として輝くと思うよと。今回の決算もね、あなたを失望させることはないと思うよと言ってるんですよ。でね、バンクオブアメリカね、かなり初期の頃からテクノロジーにいっぱいいっぱい投資をして、銀行全体がテクノロジカルパワーハウスになってるんだと。だからね、若者世代だけじゃなくて、もっとね、複数世代の幅広い人間をモバイルバンキングに誘導したんだって言ってるんですよね。で、やっぱりこの男のパワーがでかいよと言ってるのが CEO のブライアン・モイニハンなんですよ。ブライアンのパワーでかいよと。で、バンクオブアメリカ、デポジットのグロースどんどんいってるだろうと。金利上昇が追い風だと。で、一方でコストどんどん下がってるだろうと。で、経営はね、ブライアンのリーダーシップもあってどんどんまた良くなってるだろうと。嫌う理由がないよと言ってるんですよね。で、同時にね、このブライアンという男、この人は銀行がこれからいかにね、もっと社会正義に即していかなければいけないか、これを主張するスポークスマンでもあるんだって言ってるんですよね。彼はね、決してね、別にリップサービスで言ってるわけじゃないんだけども、銀行はもっともっと社会を良くするために存在しなければいけない、そういうことを常日頃から堂々と言ってて、でそのための活動をしてる、そういう姿勢がアメリカ国内でも、またね、多くの場合国際的にもこの銀行がね、コミュニティ銀行として根付く礎を作ってるんだと。でね、バンクオブアメリカの株価本当ね、ダダ下がりですけども、まあ僕もね、結構持ってるんで、おーいって思ってるんですけども、ジムクレーマー、この月曜日の決算発表失望しないんじゃないかなと、楽しみにしてるよと、そういうことなんですよね。はい、で、火曜日なんですけども、ジムクレーマーね、火曜日は多くのね、グレートな会社の決算発表あると、これちょっと拡大してみようということで、拡大したやつはこれなんですけども、まず言ってるのが、ハリバートンの決算発表あるよと、これ石油サービス会社で、ジムクレーマーね、自分のファンドで最も大きなポジションの一つになりつつある、すごく期待してるよと言ってるんですよね。今石油いいですからね。で、株価、いやー素晴らしいですよね。どん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 ね、安定して上がってってますよね、ハリバートン。で、あと火曜日ね、決算発表あるの、ジョンソン&ジョンソン。これも注目だよと。で、ジョンソン&ジョンソンは、会社が分割して、もっと価値生むようになるからなと言ってるんですよね。で、そうなんですよね。前にもね、ジムクレーマーちょくちょく言ってるんですけども、ジョンソン&ジョンソン。日用品とかね、市販薬を含む消費者向け部門。これを切り離すっていうね、こうスピンオフして切り離して、処方薬とか、医療機器とかの医療向け部門に特化する。そういうこと発表してますよね。まあこれね、去年発表されて、18から24ヶ月以内に分離を完了すると。だからね、まだまだね、現在進行中なんですけども、まあ、ジョンソン&ジョンソン、注目だよと。いや、いいですよね。製薬会社、上がってきてますよね、最近ね。全部好調ですよね。で、さらにジムクレーマー言ってるのはこれですよね。トラベラーズ。これ保険会社ですよね。損害保険とか、自動車保険とかね、労災保障とか、いろんな保険やってる会社ですけども、ジムクレーマー、これ退屈だけど、とてもいい保険会社だって言ってるんですよね。で、これも、株価ね、好調ですよね。やっぱ結構ね、見渡すと好調な株価いっぱいありますよね。で、火曜日さらに言ってるのが、プロロジスですよ。ジムクレーマー、これね、物流施設を中心にしてる不動産投資会社、リートだと言ってるんですよね。でね、過去10年間での e コマースの発展が、プロロジスのストーリーを素晴らしいものにしてるんだと。本当ね、この株ね、もっと下がってくれればいいのになと思うよと、ジムクレーマー言ってるんですよ。で、そうなんですよね。まあ株価、上下ありながらも好調で、もっと下がってくれれば、ジムクレーマーね、自分のファンドで買うのになと言ってるんですよね。これも注目してるよと言ってるんですよ。で、火曜日さらに言ってんのはこれですよね。IBM の決算発表あると。で、この木曜日ね、モルガン・スタンレーのアナリストが IBM をイーコールウェイトからオーバーウェイトに格上げして、で、目標株価もね、147ドルから150ドルに上げたんだと。で、ジムクレーマー、自分はね、今回の決算こそが、もうほんとこの決算が、この CEO のアービン・クリシュナ。この人が素晴らしい数字を出す決算になると思ってるんだと言ってるんですよね。IBM、去年切り離しただろうって言ってるんですよ。あのマネージドインフラストラクチャーサービスのね、その部門を切り離して、別会社のキンドリルにして、で、より成長の早いね、クラウドとかソフトウェア系の、そういう事業を中心にしたんですよね、IBM。ジムクレーマーね、このアービン・クリシュナ、なんて言ってるかっていうと、この決算こそがね、そう切り離した効果とか出始める。アービン・クリシュナの手腕がね、より問われる。今回の決算こそがそういう決算だから。ジムクレーマー、
IBM 株、輝く時が来るはずだと言ってるんですよね。今回の決算で輝くはずだと、楽しみにしようじゃないかってことなんですよ。で、IBM ね、株価見ると、まあ、紆余曲折ありながらのずっと横ですけども、どんどんこっから出始めるんじゃないかと、いろんな効果があってことなんですよね。いやー、ちょっと楽しみですよね。はい、で、火曜日。最後言ってるのはこれですよ。ネットフリックスですよ。で、ジムクレイもね、これはねーって言ってるんですよね。タフだなと。自分は昔ね、ファングっていう言葉を作って、この言葉ね、やっぱ N が大事なんだよねと。語呂がいいだろうって言ってるんですよ。N っていうのはね、ファングの中でかなりキーな文字だったんだけども。ただね、ネットフリックスね、今のストリーミング戦国時代には、やっぱね、人々は昔よりもネットフリックスの存在感、感じないようになってしまったよなと言ってるんですよね。ジムクレイはね、自分はね、ネットフリックスがやってる製品大好きで、株価はバーゲンだと思ってるんだけど、だからね、株価ね、こうやって今落ちてきてて、いや、結構無残ですよね。ジムクレイ、これね、上昇することもあると思うけども、ただね、10年前の状況とかと比べて、ここからどうやって勢いを取り戻すのか、考えると結構難しいんだよなと言ってるんですよね。いや、昨日俺あれ見たよと、HBO 見たよとかね、Amazon のプライムビデオ見たよとか、あと自分は Hulu を見たよとか、ジムクレイはそういう風に多様化してきてるから、ネットフリックス、こっからどうなっていくのか、考えると難しいよねと言ってるんですよね。はい、で、水曜日なんですけども、ジムクレイマ、この週の水曜日こそが、注目決算がね、ほんとね、本格的に目白押しになる、始まりの日なんだと。で、多くの注目決算あるんだけども、最も注目度が高いものだけに絞らせてもらうと、まずは P&G だって言ってるんですよね。自分のファンドでほんと最近買ったんだとジムクレイマ言ってるんですよ。で、もしこれがね、株価下がったら、まだまだどんどん買い増していくよと。で、自分のファンドで、最も大きいポジションになることも厭わないよと。それぐらい P&G、今大事だと思ってるってことなんですよね。いやー、これね、P&G ね、ジンキーさんが何ヶ月前に言ってたかと思いますけども、いやー、軽眼ですね、やっぱり。で、ジムクレイマね、今ね、マーケットは方向転換、ピボットが起こってると言ってるだろうと。で、ピボットした後のね、ポストピボットの世界で最も魅力的な株の一つ、それが P&G なんだと。一般消費財メーカー、もうこの安全なリセッションレジスタンスなこの株がいいんだと言ってるんですよね。で、 P&G 株がどんどん上がってきてますけども、まあ、決算どうなるのか、ジムクレイマはとにかくね、今 P&G を買ってると、そういうことなんですよ。はい、で、水曜日の引け後なんですけども、テスラの決算注目だよと言ってるんですよね。で、やっぱね、イーロン・マスクは自分たちの時代で圧倒的な存在感だから、ジムクレイマね、自分はこの決算発表驚かせてくれると思うよと言ってるんですよね。で、みんなね、いろいろ心配してて、で、例えば中国今ロックダウンされてるけども、テスラのね、中国での生産大丈夫なのかと。ただジムクレイマね、実は中国での生産例えば大丈夫なんじゃないかと、イーロンマスクだからこれ結構いい数字出してくるんじゃないかと、そういう風なね、びっくりさせてくれることあるんじゃないかなと言ってるんですよね。で、一つ目は例えばね、中国の生産意外に大丈夫だったり、で、二つ目は、まあ、このね、3月の終わりにドイツのね、ベルリンのね、ギガファクトリー、これ稼働しましたよね。で、最初のね、モデル Y、 これを顧客に引き渡したと、そういうこと言ってたんですけども、例えばこのドイツの工場についてめちゃくちゃ素晴らしい数字発表してくれたり、で、もしくはね、ポテンシャルのサプライズ3つ目としては、例えばね、ピックアップトラックのサイバートラックで、これね、そもそもね、2019年の終わりに発表されて、去年の後半にはね、生産開始予定されてたんですけども、今どんどん遅れてて、で、まあね、生産開始2023年かなと今言われてるんですけども、ジムクレイマ、例えばね、このサイバートラックもう結構ね、生産開始するよみたいな、だから中国の生産大丈夫だったり、ドイツの工場めちゃくちゃすごかったり、実はサイバートラックもう生産すぐ開始できるよみたいな、なんかそういうね、いろんなサプライズで驚かしてくれるんじゃないかなと言ってるんですよね。テスラの株価、まあ結構グワングワンですけどね。で、最近だと結構上がってから今落ちてきてるところですけども、ジムクレイマね、イーロンマスク、ツイッターの件でこうやってワイワイ騒いでて、で、多分裏でテスラで素晴らしいことを発表するような、いかにもイーロンマスクみたいな、そういう決算発表にならないかなと言ってるんですよね。はい、で、水曜日ね、最後なんですけども、ユナイテッドエアラインの決算発表あるよと。航空会社ですよね。で、ジムクレイマね、今までの決算で最も重要だったのはデルタの決算だったんだと言ってるんですよ。で、そうなんですよね。この水曜日のマットマネーでは、デルタの CEO のエド・バスティアンさんのね、この言葉とかね、抜粋してたりしたんですけども、この人ね、何言ってたかっていうと、とにかく予約状況、今ね、めちゃくちゃ強いんだと。この3月の予約状況、このデルタの会社史上最も強いんだと。で、そういうことを言って、で、決算発表後ね、トントーンとね、株価飛んでるわけですよ。
で僕デルタ持ってるんでね、やったと思ってるんですけども、でまあこういうことを受けてユナイテッドね、決算前だけども、もう結構ね飛んでしまってるんですけども、ジムクレーマーデルタがこうだったから、ユナイテッドエアラインズもこの水曜日の決算発表ね、同じような発表してくれるんじゃないかなと言ってるんですよね。はい、で木曜日なんですけども、まず言ってるのは AT&T の決算発表あると。でこれはうーんと言ってるんですよね。まあ株価ね、ここまで、ね、ダダ下がり で最近ちょっと飛んでますけども、何か発表されるかなと、もしかしたら何も面白くないかもしれないよと言ってるんですよね。やっぱねこれ系だとグロースでは T モバイル、配当だとベライゾンだと、 AT&T は自分はねビリーバーじゃないよと言ってるんですよ。で木曜日はさらにね、自分ねあんまり今までね気にかけてこなかった会社、フリーポートマクモランの決算発表あるよと。でこれはね銅の採掘会社で、なんで今ね注目してるかというと、これ銅っていうのは中国経済の素晴らしい代理人みたいな存在なんだと。銅の行方が分かれば、そして銅の消費具合が分かれば中国経済が分かると、そういう風になってて、だからねフリーポートマクモランの動向を探ることで中国経済がどこに行こうとしてるのか、これ分かるというものだと、だから注目してるって言ってるんですよね。でジムクレーマーね、自分はウクライナの状況とともに中国の状況もねめちゃくちゃ気にしてるよと。今ねCOVIDのアウトブレイク起こってて、オミクロン株を封じ込めようと過激なロックダウンを続けてる。でもそれずっと続けるんだったら彼らの経済崩壊して、それはね自分たちにもねすぐ波及するだろうと、ショッキングなことが起こりうる未来だから、だから注目してると。でその中国経済の手がかりとしてフリーポートの決算も注目してると、そういうことなんですよね。いやいい感じですよね、株価ね、フリーポートマクモラン。はい、で金曜日なんですけども、ジムクレーマー金曜日はねこれねアメリカンエクスプレス、これめちゃくちゃ買いだと思うんだよねって言ってるんですよね。今スクリーミングバイだと言ってるんですよ。でやっぱねデルタエアラインズの決算でカンファレンスコールが素晴らしかったぞ、さっき言ったけども、ということはやっぱねトラベルデマンド、旅行への需要めちゃくちゃ強いわけだから、アメリカンエクスプレスもいいに決まってるじゃないかと言ってるんですよね。でアメリカンエクスプレスね僕持ってるんですけど、結構グワングワンなんですよね。で今ちょっと下がったところなんですけども、ジムクレーマーねこの株価だって元いた高値にこう普通に戻っていくと思うよと言ってるんですよね。であと今のね自分のお気に入りのセクター、これね石油なんだけども、でさっきありましたよね、ハリバートン注目してると。でこの金曜日はシュルンベルジュの決算発表あるから、これねヨーロッパでの最大の石油サービス会社だからを注目しようじゃないかと。でこの会社の動向でロシアの石油ガスの動向も読み取れるだろうからって言ってるんですよね。でジムクレーマーねあえてねもうズバッと言うよと、ロシアがウクライナでやってること、これはねジェノサイドだと言ってるんですよね。ロシアがやってるジェノサイドによってロシアのエネルギーますます孤立するだろうと。ロシアねこれね採掘どんどん止めていくんじゃないかと。やっぱねみんなロシアからねエネルギー買わなくなるから、でそういう動向も例えばシュルンベルジュの決算から読み取れるんじゃないかと、これ注目しようってことなんですよね。ということでこの週のねゲームプランなんですけども、まあ、注目決算いっぱいありますよね。個人的にはね自分が持ってる、まあ、こう隠れてますけどもバンコブアメリカとか、あとねテスラとかね、あとアメリカンエクスプレスとか、ここら辺注目してるんですけども、ジムクレーマーねこの週もねワイルドな週になるだろうって言ってるんですよね。株価もしかしたら荒々しく動くかもしれないと。でその中でやっぱり注目なのは債券市場と債券金利、これは注視していかなきゃいけないし、あとはロシアがウクライナでやってるジェノサイドと、この状況も注視していかなきゃいけない。そして中国政府が自分の国民にしてるひどいロックダウンの仕打ち、これがこの先どうなっていくのか、こういうこと注目しながら決算も注目しながらと、状況を追い続けていこうじゃないかとジムクレーマー言ってるんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずイノバティブインダストリアルプロパティーズはということで、いやこれね大麻関連のリートなんですよ、不動産投資信託なんですけども、まあ、ジムクレーマーね以前ね大麻関連投資したければ IIPR 結構数少ない選択肢の一つだよと、 IIPR は好きだよとそういうこと言ってたんですけども、まあ、株価ね最近ねだら下がりですけども、ジムクレーマーねこの株ね俯瞰で見るとここまでよく上がってきててと言ってて、でそうなんですよね、時間軸長く取ると、まあ、これね2017年からですけども、まあ、長期で見るとよく上がってきてるから、で長期目線だとこれからもいいと思うよと言ってるんですよね、まあ、今年に入ってからダメダメですけども、でも長期目線だといいよと。はい、次フラワーズ .com はということで、いやーこれあれですよね、ジンキーさんが初めて買った銘柄ですよ。
まあ、ジンキーさんはね、だいぶ前に売ってるんですけども、いやー、ここのところ本当にだだ下がりですよね。ジムグレーマー、めちゃくちゃ下がってるけども、ただね、会社としては、これよく経営されてる会社だと思うよと言ってるんですよね。まあでもね、インフレの過熱ぶりとかね、こういう会社痛いですよね、本当にね。はい、次。グリーンブリックパートナーズはあかんでということで、これね、分譲住宅とかを開発とか建設してる、これハウジング銘柄なんですよね。ジムクレーマー、今みんなね、ハウジング関連の銘柄、これ持ちたくないんだと。ローン金利上がってるところだから、ハウジング市場、冷えるんじゃないかと思われてるから、だからちょっとダメだよと言ってるんですよね。まあ株価もね、だら下がりですよね。はい、次。クリアフィールドよりはということで、これね、通信機器メーカーなんですけども、通信系だとやっぱりね、こっちの方がいいよと言ってるのが T モバイルなんですよ。ジムクレーマー、 T モバイルグロース好きだよと、この業界だったら T モバイル持っときなよと、そう言ってるんですよね。はい、で最後なんですけども、バージンギャラクティックホールディングスはあかんでということで、いやーほんとね、だら下がりですよね。これスパックで、あれですよ、宇宙旅行の会社ですよね。夢あると思いますけども、今こういう株ダメなんだと。ジムクレーマーね、これね、宝くじを買うようなものだと言ってるんですよね。大きくお金を失ってる会社を今自分進めることはできないよと言ってるんですよ。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画ね、何だったかっていうと、いや、やっぱこれですよね。ガープ株を狙えと。ジムクレーマーね、やっぱね、みんなね、グロース株好きだよなと。で、それはね、別に正しいんだと。グロースがやっぱりね、価値の源っていうところがあるから。だけどね、今の状況、グロースだけじゃ厳しい。昔とは違うから。だから自分はね、ガープ。今はガープに注目してるんだと。で、ガープっていうのは、これなんですよね。グロースアットはリーザナブルプライス。他の会社より早く成長してるグロース株なんだけども、さらにバリエーションがリーズナブルな。こういう会社注目しようよと。自分でもね、スクリーニングをして、で、この週は、それぞれの曜日ごとにね、それぞれのセクターでの今買えるガープ株というのを言ってってたんで、オープニング6銘柄、金融4銘柄、半導体7銘柄と、あ、なるほどと思う銘柄ばっかりなんでね。で、あとはね、キャロリン・ボロデンさんのね、フィボナッチの解析とかもありますんで、ご興味ある方はぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、このね、フリーポート・マクモランのところで、これはね、銅の採掘会社だけども、なんでこれを気にするのか。なぜならば、銅っていうのは中国経済の代理人で、でね、このフリーポート・マクモランっていうのは、銅がどこに行ってるのか、決算でそれを語ってくれるからなと言ってるのが、これです。フリーポート・マクモラン、It's a copper mine. Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper's going. はい、そうですよね。フリーポート・マクモラン、It's a copper mine.Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper is going. 長男、次男、どうぞ。Freeport McMoRan. It's a copper miner. Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper is going. 最近ネットで見て面白かったものは？あの、テッドトークって知ってる？ Freeport McMoRan is a copper miner. Why do I care?Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper is going. 最近インターネットで面白かったことは？顔。Freeport, that's a copper miner. Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper is going. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Proxy。Proxy なんですよ。で、Proxy。これ何かっていうと、代理とか。代理権とか代理人ってことなんですよね。要はね、代理ってことなんですよ。で、インターネット関連だと、まあ、プロキシサーバー、これ言いますよね。で、これは、まあ、インターネットね、接続する際の中継のサーバーのことなんですけども、英語の意味としてはこれ、代理人ってことなんですよ。代理と。だ例えば、I could not go to New York, so I sent one of our high caliber staffs as my proxy. 自分、ニューヨークに行くことができなかったので、能力の高いスタッフの一人を自分の代理人として派遣しましたと。もしくは、When my husband and I are out of the country, my brother is a proxy who signs legal documents for our children. 私の夫も私も国外に出ていないときは、自分のお兄さんが代理人で、自分たちの子供のいろんなリーガルな書類とかもサインしますと。代理人ってことなんですよね。代理と。
で、まあ、株主総会だとね、これありますよね。プロキシーファイトって言いますよね。で、これは委任状争奪戦のことですよね。株主総会で支配権を得るために、他の株主よりもたくさんの委任状を集めようとすると。これプロキシーファイトですけども、これもだから代理人戦争ってことですよね。ということはジム・クレーマーね、フリーポート・マクムラン、決算あるけども、これは銅の採掘会社で。で、なんでこれ気にするかっていうと、なぜならば、銅っていうのは中国経済の素晴らしい代理人で、要は銅を見とけば中国経済がわかると。そして、フリーポート・マクムランっていうのは、銅がどこに行ってるのか、それを自分たちに教えてくれるから。だから注目してると、そういうことなんですよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。That's a copper miner. Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper's going. Freeport McMoRan, it's a copper miner. Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper is going. 最近ネットで見て面白かったものは？テッドトークって知ってる？テッドトーク知ってるよ。ラングジアーズの先生が、なんかアサイメントで、まあなんかテッドトークを見て、それのことにノートするアサイメントだったんだけど、そのテッドトークがめちゃくちゃ好きだった。お父さんも結構好きなテッドトークいっぱいあるけど、どんなテッドトークだったそれは？ティム・アーバン。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 ティムじゃなかった。ティム。ティム。ティム・アーバン。うん。が、プロクラスティネーションのことについて。プロクラスティネーション？うん、プロクラスティネーションって英語で言うと、日本語で言ってよ。まあ英語の意味で日本語で言うと、なんか、あ、英語の意味で日本語で言う、うん、なんかデューデートを押すこと、締め切りを過ぎちゃうってこと、まあ過ぎるっていうか、なんか締め切りをなんか押すこと、まあ、自分の締め切りを押すって何、まあプロジェクトがあるとするじゃん、うんうん、それやりたいけど、うん、いやいいや後でやるっていうことな、なかなか取りかかれないことってこと、そうそうそう、なんか後でやるからいいやって思って、あでやる人がプロクラスティネーターで、それでだからな、日本語で言うと何、直訳は何よプロクラスティネーターって、日本語で言うと何だろう、プロクラスティネーション、グズグズすること、引き伸ばすこと、延期じゃん、なるほどね、なんかだからグズグズしちゃう人のことね、なかなか取りかかれなくて締め切りがあるのにグズグズって言うんだ、そうそう、だけど引き伸ばすってことでしょ、引き伸ばすこと、なんかパッと取りかかれないってことね、うん、そういう人っていっぱいいるじゃん、うん、でどういうテッドトークだったの、それが治るの、その人の言うことを聞いたら、考え方によっては治るかもしれないってこと、治るっていうかプロクラスティネーションが何かっていうことを説明して、うんうん、なるほど、面白い風にね、なんか面白い風、面白い、うんうんうん、笑える感じで、笑える感じで、うん、へえ、うんうん、それでまあプロクラスティネーションをやめようっていうテッドトークだったのかな、グズグズするのをやめようっていう、やめようっていう、それだってみんなやめようって思ってるけどやめれないから困ってんでしょ、うん、一番最後に大きいスクリーンに5000個ぐらいのちっちゃい四角がいっぱい並んであって、で一つの四角が1週間だとすると90年間の人生はこんだけしか時間がないっていう図があって、ああなるほどね、はんはん、面白かったよ、しかも そんなになかったの、あれだよね、意識してないと無限に時間あるように思うけど実はそんなに時間ってないよねってことだよねって言いたかったなと思う、うん、だからグズグズしない方法というよりはちゃんと時間が有限であることを実感したら時間がもったいなくなって、うん、もっと有意義に使えるかもしれないってこと？うん、面白かった。面白かった？うん。それいつ見たの？それ2週間前ぐらい。へえ。で変わった？変わった。なんか意識が変わった。意識が変わった？ちょっとね。お父さん全然思わないけどね。変わったの？長男の中では変わったの？うん、変わった。めちゃくちゃいつも通りだと思うけど。そう、うん。なんでだろう？今春休みだからかな。すんごいグズグズしてると思うけど、そうじゃないの？まあまあそれ最後だけの質問だからね。え？どういうこと？なんか中になんか自分のなんか、まあ、なんか想像、うんうん、っていうのがあって、うん、まあなんかラショナルディシジョンメーカー。うん、っていう、まあなんか、あ、自分の心の中にちっちゃい自分がいるみたいな感じ、うん、あの人で頭の中って言ってた、あれだ、リトルホンダだ、リトルホンダ知ってる、知らない、ホンダ知ってるでしょ、ホンダ圭介知ってるよ、ホンダ圭介知ってるでしょ、あのサッカー選手の、うん、なんだっけな、ミラン行く時だっけ、話ずれるけど、ミラン行く時になんでミラン行くこと決めたんですかみたいなことを聞かれて、確か
ミラン行く時だったかな。まあいいや。その時に、うん、自分の中のリトルホンダが行けって言ったからみたいな。それと一緒でしょ。自分の中のリトルグズグズマンが、グズグズマンがいるってこと？それともグズグズマンをやっつけるやつがいるってこと？まあなんか、まあラショナルディシジョンメーカーっていうやつがいて、うんうん、でまあその人は、まあ、いいやつで、うん、なんかアサイメントがあったら取り掛かろうとするのね、うんうんうん、でその人は昔も見れて、うん、どうなるかとか予測できて、うん、それとか心配してるんだけど、うん、横になんかインスタントグラティフィケーションマンキー、ああ猿がいんの、そうっていう猿がいて、はあはあはあ、そいつは楽しい楽のことしか考えてなくて、うん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 、それでまあラショナルディシジョンメーカーが、うん、まあプロジェクトに関わろうとすると、はいはいはい、そのマンキーが邪魔するんだって。なるほどなるほど。それで ね、なんかプロジェクトのなんかデューとかがもうちょっとになるとき、うんうん、まあ、パニックモンスターっていう3人目がいて、うん、ああパニック来るね。なるほどなるほど。うん、で猿が怖がってるのはそいつだけなんて。うん、ああこのラショナルなんとかの方は怖がってないんだ。そう。パニックのやつしか怖がってないんだ。だけどパニックモンスターはまあなんか10デートが、まあ、近くなった時に起きて、うんうんうん、それでパニックが起きたらそのモンキーはいなくなるもんね。モンキーはいなくなって、うん、ちゃんと、まあ、集中できるようになる、うん、だけどパニック起きてる時にやるの良くないっていう説もあるよね、うん、違う話だけど物事を4つに分けて、うん、緊急か緊急じゃないか、要は急いでやらなきゃいけないのか急いでやらなくてもいいのかで重要か重要じゃないか、うん、こうあったら4つに分かれるじゃん。緊急で重要、うん、緊急じゃなくて重要、緊急で重要じゃない、緊急じゃなくて重要じゃない、うん、でねこれ要はそのパニックモンスター出てきたら、うん、ダメだから自分の能力とか落ちるからじっくり落ち着いていけないから、すごいいいのは緊急じゃなくて重要なことをじっくりやるのが良しとされてるんですよ仕事はね、うん、だから本当はパニックが起きる前にそのラショナルなんとかなんとかっていうやつがモンキーを殴り倒してちゃんとじっくりやればいいわけでしょ。じゃあだけどなんかそれができない人とかいっぱいいるな。いやそうでしょうね。なんか本当に無理な人とかいっぱい。ああだからそれってあれか、意志の力じゃなくてなんか性格とか勝手になっちゃう、うん、てか完全に普通の人でもプロクラスティネーションってめっちゃくちゃ多いから。お父さんもさいろいろ苦労するもん。お父さん仕事さ英語の文章を書くのが一番辛い仕事なのね。論文書くのが一番辛いのよ。だってもうめちゃくちゃつまんないし、うん、だすんごい辛いわけ。だその仕事をとにかくやりたくないんだけど、もうやらないとしょうがないからさいろいろ自分で工夫してるよ。そう一日のうちにいつやったら一番集中できるかとか、うん、自分の中で細かい締め切り決めて飴とムチも決めてとかもうなんかいろいろ工夫して七点抜刀してやってんのね。うん、ジョナ君はあれでしょ、そんなにいやめんどくせえなーってただダラダラなんかダラダラってしてるだけでしょ。さモンキーって宿題、うん、ちょっとしたモンキーでしょそんなもん。マンキーはなんか、うん、マンキーがうざい時はあるよ。いやそれはあるでしょうね。だからそれはみんなあるよ。みんなお父さん思うけどね、そのね猿っていなかったらいなかったら困ると思うよ。そんなさずっと真面目にずっと変なことやってたら、まあ、変なことっていうか仕事でも勉強でも、うん、ずっとやってたら死んでしまうよ。そうそう、モンキーっていないとダメなもんだよ多分。だけどモンキーがなんか強すぎる、うん、例がめちゃくちゃ多いらしいのよ。まあそうだな、まあ、あれ最悪あれでしょ、ずっとモンキーいるから本当に何にもやんない人もいるよね。そうだよ ね、あのチームアーバンっていう人、うんうん、この人はあの Wait But Why っていうブログ書いてるんだけど、うんうんうん、まあ、ブログの、まあ、アーティクルちょっと読んでみて面白かったんだけど、うんうん、お父さんにそれ送ってよメールで。 Wait But Why いいよ。そのあれとあれ送ってよ、そのテッドトークの YouTube のやつといいよ、そのブログも送ってよ、いいよ読んでみるから。それでそれ何、まあ、ブログやってんだけど、うん、まあ、プロクラスティネーションのことについて、うんうんうん、まあなんか、書いたんやってブログ、うんうん、まあ、同じ内容でね、うんうんうん、まあ、TED トークの前に、うんうん、それでいっぱいなんかビジネスメールにいっぱい来たんって、うん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 、で全部なんか僕俺もこの問題があるっていう、うんうんうん、まあほとんど、まあ、そういうことで、うんうん、みんなめちゃくちゃなんか真剣で、うん、なんか猿を殴り倒したいような感じのなんか熱さでなんか書いてるっていう感じだったんだよね。うん、みんな困ってんだよね。みんなめちゃくちゃ困ってるから、まあ、だからなんかこのテッドトークも良かったなと思うんだけど、うんうん、なんかみんながなんか共有できる、うんうん、
そうだね。ことだから。そうだね。で、そうやって改めて、こうやって考えればいいよとか、こういう猿がいるんだよって言ってくれると、また、なんか対処の仕方がね、自分の中で考えれるようになるもんね。うん。よく言うじゃん、ほら。テストの前とかほど部屋を片付けたくなるとかさ、なんか運動したくなるとか、やっぱ勉強したくないから。そうなん？そうそう、テストの前ほど漫画全部読み切りたくなるとか、全部のまだ一巻からずっと漫画読みたくなるとか。俺テストの前で勉強したくないって一回も思ったことないから分かんないの。あ、じゃあそれまだモンキーがまだちっちゃいんだよ。その時なんかそういう時に俺パニックモンスターが出るわけ。なんか、ああ、パニックモンスターが出てる時ね。それね。そうだね、はい、なんか、まあ、テストの前とか、なんか勉強しないとテストできなんかよくできないからって言って。そのさ、人によってパニックモンスターが本当にパニックにならなきゃいけないめちゃくちゃ直前に出る人と、まあ言ってもある程度緩やかな、うん、ある程度の時間まだあるんだけど出る人がいるじゃん、うん、ある程度の時間残してくれてる方がいいよね。だから そういうのも人によって違うじゃん。多分、うん、猿の暴れ方も違うし、パニックモンスターの出る時期とか、その出方とか、ね、そのどれぐらい暴れんのかも違うし、その3人目なんだっけ、ディシジョンなんとかみたいなやつのラショナルなんとか、ディシジョンメーカー、そうそう、うん、そいつの強さとかも違うじゃん。そいつがめっちゃ強い人も多分いるよね。うん、そうだね。めちゃくちゃ強い人だったらなんか猿とか気にしなくていいんじゃない？うん。だけどね、それがめちゃくちゃ強くて猿とかパニックモンスターいなかったら、それはそれでね、なんか困ると思うよ。なんかいる意味があると思うんだよね。うん。で、たまには猿に負けても全然いいんだよとお父さんは思うよ。まあ、なんか遊んでる時とかね、いっぱい、いやいや、そうじゃなくて、まあ本当はダメだけど、でもたまにはやっぱ猿に負けて、ああ負けちゃったなって思う時あっても、お父さんはいいと思うよ。お父さんも何回もそれまであったから。そんなもん、それはもう人間だからさ。まあね、そうそう。だけど大事なとこは大事なとこでね、締めないとね。うん、まあでもなんていうの、まあ、人によってね捉え方が違うからね。例えば、ね、テストだってさ、100点取らないと気が済まない人もいれば、うん、もう80点でいいやって思う人もいて、うん、それはパニックモンスターの出方とか違うよね。そうだね、うん、だから難しいよね。でも長男君はそれ聞いてどう思ったの？これからはもっとうまくできるようになるかなって思った？そう思ったし、なんかこれまでなんか関係できたっていうのかな、なんかリレート、あー、なんかできた、なんかスピーチとかそんなになかったから、はいはいはい、なんかしっくりきたんだ。本当にしっくりきた、自分の中でね。うん、ああこういうことだったのか、そういえば猿いるわーって思ったわけね。俺もずっとなんかさ、まあ、こういうことでさ、うん、ずっとなんか、まあ、集中したいけどできないっていうところとかいっぱいあって、そうね、なんか俺だけじゃないんだと思った。そうだね、よかった。めちゃくちゃ猿いそうだもんね、あなたね。めちゃくちゃ猿いるよ。猿すんごいいそうだけどね。猿めちゃくちゃいる。なるほど。じゃあもっとうまく扱えんの。うん、2週間前から扱えてんの。お父さんね、いつもお父さんもお気に入りのテッドトークいっぱいあるわけ。でね、それ聞いた時ははっはーと思うし、あ、なるほどねと思って、ちょっと違った見方とかもあれだから、うん、だから結局ね、行動を変えないと意味ない。うん、だからお父さん、長男くんにおすすめしたいのは、まあそれ聞いて、あ、なるほど、こう考えたらいいんだ、パニックモンスターと猿と、あとラショナルディシジョンメーカーがいるみたいなね、そう思ったら、じゃあそれを踏まえてなんか行動を具体的に変えてほしい。うん、うん、それだから、それちょっと考えてみてさ、なんかいい行動の変え方あったり、変えてみたよこういうのってあったら、また教えてよ。うん、やっぱ行動を具体的に変えないと人間って変わんないからね。そうだね。Freeport McMoRan is a copper miner. Why do I care? Because copper is a terrific proxy for the Chinese economy. And Freeport will tell us where the copper is going. 最近インターネットで面白かったことは？顔。顔？うん。何顔って ？Funny face。Funny face？うん。それ何？ウェブサイト？うん、ファニーフェイスっていうウェブサイトがあるの？でたださーちした。あはは、ただグーグルでファニーフェイスってサーチしてみたの？うん、そしたら面白い顔いっぱいあった。うん、一番面白いのはどういう顔だった？太い顔。太い顔、それ面白かった。うん、バイバイ。